はい、どうも皆様、クワでございます。本日はですね、旅の必需品をご紹介したいと思います。で、旅に行って何が一番必要かっていうと、やっぱりデータなんですよね。データというか、携帯、今の時代ね、 SNS とかもありますけど、やっぱりインターネットが使えないっていうのは結構な痛手で、僕は海外に行ってね、毎回 SIM カードを買ってたんですけども、なんか教えていただき、これをちょっと手に入れました。じゃじゃん、エアシム。こう、香港のシムカード、プリペイドでお金さえ払っておけば、世界中どこでもね、プランがあって、どこでもって、まあある程度ですけど、まあ先に申し込んでいくことで、現地で飛行機が着陸した瞬間からインターネットが使えるというものになります。このシムカード自体は、Amazon でだいたい500円ぐらいで売っていて、もう簡単に手に入って、プライムだったら送料も無料なので、本当に500円ポッキリで手に入るものになります。今日はね、ちょっと実際に登録というかしていこうかなと思います。はい、でですね、普段使っている iPhone XS にですね、 AirSIM の SIM カードを入れました。で、こっからですね、実際にね、プリペイドで申し込んでいきたいと思います。 AirSIM のアプリをダウンロードしているので、それを、開き、このですね、 Buy という下のね、左から2個目の地球マークのところで Buy っていう、買うっていうのがあるので、そこをクリックします。クリックじゃないね、タップします。はい、そうするとですね、いろんな国の、ポピュラーとか、アジアとか、ミドルイースト、オセアニアとか、いろんなのがあってね、1日いくらから使えるよっていうのが、出てきます。で、今回行くとこは台湾なので、台湾をタップ。で、台湾のセレクトします。で、そうすると台湾のいつから、どういうデータプランにするっていうのが出てくるので、自分に合ったプランを選びます。今回は3日、明日、明後日、3日なので、台湾アンリミテッド 3days、 アメリカドルで700円ぐらいですね。セレクトボイス、で、行く日から選べるみたいですね。1月18日に着陸するので、1月18日でチェックアウトをします。で、これをクレジットカードでお支払いになります。1月18日から3日間でチェックアウトです。クーポンとかもあるんですけどね、今回はないので、ペイで、アップルペイで払えるので、アップルペイで払っちゃいます。これでアップルペイで払っちゃいます。そうすると、台湾 3days 4G データ、アメリカドルで7ドルですね、700円ちょっとです、800円ぐらいかな。で、ダウン。で、これで、台湾に着いたら、この SIM カードを入れて操作すれば、もう Wi-Fi がなしでもデータが使えるというものになります。で、実際にですね、メールがこの後にね、購入した後にメールが来て、SIM カード、あなたはいくら買いましたよ、出てきます。これが、レシートみたいなことですね。なのでね、こういう風に AirSIM を使っていってます。で、実際にね、台湾で使っている様子がこちらです。AirSIM 問題なく使えてますね。はい、というわけでですね、台湾でも無事 AirSIM が使えていたと思います。今回は台湾で近かったからあれなんですけど、アメリカとか他の国でも全然使えるようなので、ぜひ皆さんもね、旅行行く前これ買った方が多分安いと思うので、まあいつまでも使えるんでね、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。ではこの動画が役に立ったとか面白かったという方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。